クタンとね、この間収録で会った日があって、アクタンに、クルタン、クルクって本当に50キロあんのって言われて、あるよって言ったらさ、アクタンが、え、ちょっと手握ってって言うからさ、アクタン壊しちゃうよって言ったらさ、なんかアクタンがじゃあまず握ってみてって言ったらさ、え、本気でやっていいみたいな、いいよやってやってって言ったらね、なんかね、いつ本気が来るんだろうって、なんかちょっとギュッて握られて、いつ本気が来るんだろうって思ったら、私弱いかな、ヤクちゃんこれ本気、本気だろ、本気だよ、マジで本気、ヤクちゃんこれさ、あれ力入れてない、可愛くぶりっこしてるんかって言ったら、違う、本当に本気で入れてるって言うんだけども、全然力がね、もうね、弱いの、弱かりし、アクタン。だから、アクタン、力を入れるっていうのはね、こうなんだよって言って、ってなるっていうことがありましたね、この間。で、それでも僕は、本気でやったらもう50を超えるところを、カナダ 35% ぐらいにはしたからね、ちゃんと。アクタン壊したらまずいと思って、35% ぐらいにしましたから。で、マクタン、ってなってた。気をつけないとね、女の子を壊してはいけない。